こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、非法、振込申請の手数料が変更しました。驚きの振込変更手数料とはというテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はい。えー、この動画ではメルカリの振込申請手数料が変更になりましたので、ぜひね、紹介させていただきます。はい。えー、こちらですね。えー、まず、 お急ぎ振込が410円から400円に値下がりになりました。で、えー、次なんですけど、通常の振込ですね、1万円以下したら、以前は振込手数料がかかってました。えっ、ー、と、210円ですね。ですが、今回、1万円以上でも手数料が、えー、かかるように変更になりました。なので、ぜひね、振込をするときは、 できればね、えー、たくさんっていうか、値段、金額を上げてから振り込みされた方が、手数料がね、割合が下がりますので、ぜひね、気をつけていただければね、いいかと思います。はい。はい。えー、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントします。ニックネームかスタンプお願いします。それと、ゼレンテンバーコミビニティですね。興味ある方、ぜひお待ちします。 メッセージからよろしくお願いします。あと、えー、YouTube からしても一切受け付けてません。LINE や登録後によろしくお願いします。本日は最後に見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。